こんにちは、スプリングです。私は今石川県金沢市、ここは北陸本線、いや違いますね、北陸新幹線の金沢駅になります。私は今からこの北陸新幹線に乗って、新高岡駅ですねまで向かおうかなと思います。今から乗車いたしますのは、ここに停まっております剣718号、富山行きです。たった2駅だけの区間の新幹線になる、まあ、珍しいですよね。まあ、これに乗って新高岡駅まで向かおうかなと思っております。ちょっと別の都合で富山に行くんですけども、まあその道中、まあちょっと撮影をしておくかということで、ちょっとね、新高岡駅で新幹線の撮影をしてみようかなと思います。まあしかしながら今日はね、天気があんまよろしくないので、まああまり期待はしていないんですけども、まあちょっとこの新幹線のレビューなどを入れながら、撮影地に向かおうと思っております。誰も乗ってません。この剣号の指定席ですけどもね、私以外誰も乗っておりません。まあ新高岡富山で完結してしまう列車ですからね、まあ需要は少ないのかもしれませんが、まあこの後向こうに来る白鷹などには結構お客さんが乗っていましたね。このシートいいですね。ヘッドレストが動くんだ。ちなみに私は大阪からここ金沢までサンダーバードでやってきたんですけども、そのサンダーバードが湖西線内の強風によりちょっと遅れておりまして、この新幹線も乗り継ぎの都合上、約3分4分、遅れて出発をしております。というわけで金沢駅を出発いたしまして、この後ね、新高岡駅まで向かおうと思います。いや、 やっぱりね、この北陸新幹線あまり私速くないと思っていたんですけども、まあさすが新幹線ですね、速いです。もうわけわからないこと言っていますけどね。さあ列車は約何分だったかな、10分ちょっとぐらいで新高岡駅に到着しようとしております。これ何映してるんだって感じですけどね、まあ、奥に立山連峰なのかな、これは違うのかな、まあ、山が見えたのでね、綺麗だなと思って映してたんですけども、私立山連峰がすごく好きで、それをねちょっと今回撮りに行きたいなと思って、まあ、こちらの方に来ております。さあそして列車は新高岡駅に到着をいたしました。新高岡はね、降りるのは初めてですね。高岡は何度も来たことあるんですけどね。私が乗ってきた剣718号が富山駅に向かってやっ、はい、出発しよう行きました。さあそして新高岡駅に到着いたしました。今回撮りますのはこの新高岡駅の中から撮るわけです。今見えておりますように、この駅の向こう側はカーブになっておりまして、アウトカーブで撮影ができるんですね。まあ、ちなみに、その前にね、反対方向の金沢駅の新幹線がやってきましたので、これを撮影しておこうと思います。E7 系と W7 系ですけども、まあ、一昨年度ですね、のは台風で結構ね、被害を受けたようでしたけども、まあ、このように元気に走ってくれててよかったですね。というわけで先ほど出発してきました E7 系 F23 編成です。バックショットもかっこいいですね。さあ、今回は駅の中で撮影をするということですので、他の人に迷惑かけられませんので、今回はね、手持ちで撮影をしております。ですので、少しね、ブレが目立つことがあるんですが、お許しください。というわけでこういう写真になりました。超望遠レンズを手持ちで撮るのはやっぱちょっとしんどいですよね。まあしかしながら上手に撮れたんじゃないか、上手ってね、ちょっと幼稚ですけども、よかったなと思います。ちなみにここ新高岡駅は乗り継ぎ列車として上花線の、まあ、ローカル線が接続をしております。この新高岡駅が大層立派な駅だ一方、この接続する上花線ですね、まあローカル線の色濃く残す路線となっております。本当に立派な駅ですよね。九州新幹線とよく似てる感じでしょうか。この向こう側に上花線の線路が伸びております。もうそろそろ先ほどの列車が出てくるんじゃないかなと思うんですけども、踏切が鳴っていますね。
ここもともと田んぼがいっぱいあったようなんですけども、今出てきましたね。まあ、この新高岡駅ができまして、結構いろいろ再開発が進んでいるようで、まあ、目の前には東横インがありますし、ただこの東横インのすぐ隣にはイオンモールができているようですね。ですので結構賑わってきているんじゃないかなというふうには思われます。さあ続いて白鷹号東京行きがやってまいりました。まあ、こう新幹線の撮影をしているとね、いつも思うんですけども、結構ゆとりを持って案内をしてくれるので、まあすごくね、撮りやすいなというのが実感します。まあ、今回はね、この高岡駅から結構乗られるようですね。この E7系、W7系で結構かっこいいですよね。まあ、側面を見るとちょっと700系というような感じなんですけども、前面はちょっと500系っぽい感じでね、私結構好きですね。一番後ろはグランクラスです。グランクラスもね、乗ったことないのでね、一回乗ってみたいんですけども、まあ、やっぱちょっと私お金ありませんので、手も足も出ないというような感じです。そして先ほどの列車が出発していくと、反対側からも列車がやってきましたね。ちょうど離合が取れたので良かったなと思います。まあ、少しね、500ミリのレンズは足りませんでしたので、トリミングをしております。そしてすれ違ったものが発車をしてきました。見ると車内の椅子すべて反対側向いていますよね。聞いた話ですけども、今、この金沢方面の車両数量を締め切りしているとか、なんとか。ちょっと、ソースはわかりませんけど、ちょっとなんか聞いたような気がいたします。後ろの方だけね、客扱いをしているというようなことなんですけども、どうなんでしょうか。まあ今コロナでね、需要が減っていると思いますので、まあそうしててもおかしくないんじゃないかなとは思います。いや、かっこいいですね。まあすべてこの E7、W7 ですか、がやってきますので、もっといろんなバラエティがある車両が来たら楽しいんですけども、まあ、これはこれでね、かっこいい車両が来るので、よしといたしましょう。さあ続いてまたこの新高岡駅を通過する新幹線がやってきました。いや、早いですね。まあ、今回の撮影は全て線路にピントを合わせている置きピンで撮影をしております。まあ、ですのでね、なかなか難しい、まあ、今日はね、特に暗かったので難しかったなというのは思います。さあまた上花線の列車がやってきました。キハ47、2両ですね。私の住んでいる兵庫県ではこういう街を通る姿はあんま見慣れませんので、まあこういうのもね、なかなか面白いですよね。さあそしてボートしてるとまた新幹線やってまいりました。これちょっと地獄に乗ってなかったので回送ですかね。ご覧のように猛スピードで駆け抜けていきました。今度もね、 F13 編成ということで E7 系ですね。さあそして本日ラストの撮影となります。この列車は新高岡駅に到着するという、止まるということでね、結構スピードをゆっくり落としてやってまいりました。お客さんもね、列に並んで待っておられますね。ちょっと今回はね、カメラを持つ指が入ってしまっておりました。というのも今回は少しね、構図を変えて縦位置でね、撮影をしてみようと思っております。まあ、ですのでちょっとね、持ち方が変わってしまったので指が入ってしまっております。まあ、これ手持ちをしているとね、私この iPhone 自体をカメラに取り付けておりますので、まあ、もうずっと構えた状態でいるので結構辛いんですよね。じゃあ撮るなよって感じなんですけども、まあまあちょっと大変だということだけね、お伝えしようかなと思います。別にそれでどうということはないんですけども。はい。というわけで列車到着をいたしました。というわけでね、もうだいぶ暗くなってきましたので、私の撮影もこれで終わりにしようと思います。まあ、今回雨が降っておりましたのでね、もっとね、晴れた日とか、まあ、この向こうに夕日がある時とかでね、写真を撮ってみても綺麗なんじゃないかなと思ったりはいたします。ただそれをね、狙いにまたいつか来てみてもいいなと思うんですけども、まあ、なんせちょっと遠いところですのでね、いつ来れるかわかりません。というわけでちょっとね、今回縦位置で撮影をしてみました。またね、こういうような撮影を載せていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。